それでは分散が未知の場合の母平均の差の検定について解説します。2つの母集団からのデータがあったとします。ここで2つの母分散が未知であったとして、この未知の母分散シグマ1の2乗とシグマ2の2乗が等しいと仮定して良い場合、この場合はスチューデントの T 検定を使います。イコールだと仮定できない場合にはウェルチの T 検定を使います。ウェルチの T 検定の方が若干難しくなっていますので、ここではスチューデントの T 検定を解説します。つまり母分散が等しいと仮定して良い場合です。例は前の動画でも使っている亜鉛メッキのデータを使います。メッキ翼 M1 を M2 に改良して、メッキの厚さが薄くなったかどうかを検定するという問題だとします。ほとんどの流れは分散が基地の場合と同様です。また検定については一つの母集団の検定の場合と非常に共通点も多いので、それも比較しながら学習してください。まず1番帰無仮説と対立仮説の設定、これは同様です。捨てたい帰無仮説はイコールであるとします。そして本当は言いたい方が対立仮説で、これはμ2の方が小さくなった、これです。そして2番目検定統計量が変わります。まず分散が未知なので、何とかして分散に変わるものを使わないといけません。そこで、この分散の推定量不変分散を用います。これが先ほどの分散が基地の場合と大きく異なるところですが、注意することは2組のデータからなので分散の計算の方法も異なります。不変分散といっても2つの集団になりますので、このように定義されます。分母がそれぞれ1を引いたもの、自由度ですね、自由度は1小さくなりますので1引いたもの、そして分子はそれぞれ標本平均との偏差の2乗和を計算します。これを S としてこれを使います。そうして統計量として分散基地として用いたところの代わりにこの S を用います。そうすると統計量はこのようになります。これはもし標本が等しい分散からの抽出ならば、この標準化に相当する変換を施したこの量がこの場合は T 分布に従います。自由度を注意してください。2つのグループになっていますので、それぞれから1引くので N1 プラス N2 から2を引くことになります。そうして帰無仮説としてμ1 とμ2 がイコールであると仮定しますので、やはり分子の後ろの項が消えまして、このようになり、これが自由度 N1 プラス N2 マイナス2の T 分布に従う、このような理論に基づいています。これで定めた統計量を使います。そして3番有意水準と帰無仮説の棄却域を決定します。有意水準は先ほどと同様に 0.05 とすることにします。そうすると棄却域ですが、今回はこのようなこの分布は T 分布です。自由度は亜鉛メッキのデータは10個と9個でしたので2を引いて17です。そして棄却域を読み取りますが、今回片側検定なのでここが 5% になるように数表を読み取ります。T 分布の数表が少し読み取りにくいので注意してください。自由度17の T 分布の 0.10 の点を読み取ります。そうすると 1.729 です。ここが棄却域になります。そしてあとは4番、検定統計量の計算をします。これは2番で定めた統計量を計算します。まず、分散の代わりとして、標準偏差の代わりとして使うものが計算しますと、少しややこしい計算ですが 2.24、 そして統計量、この量を計算しますと、きちんと計算して視野誤入して 2.72、
これは棄却域に入っています。それで、5番判定と結論としまして、帰無仮説は棄却され、対立仮説が採択される。つまり滅帰欲は M2 で改善されていることが結論付けられます。以上が分散が未知で2つの分散を等しいと仮定して良い場合の検定です。ウェルチの D 検定もほぼ似たような方法です。あとは仕組みが分かったら使うのは簡単で、例えば Excel の分析ツールの中などにも入っていますので、それを使えば自分で計算することなく検定を行うことができます。興味のある人は Excel の方のデータ分析ツールの方も試してみてください。